何？何なの、ここは。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。何なんやろ。マジトイレ、ごめんね。トイレはまだできてないんだ。あゆな、どうやら魔物の気配みたいだ。島に住んでる魔物とは違うみたいだな。え、やっぱ連れてきたんやない。本当なの、シドウちゃん。うわー、戦いやってきたかー。ああ、俺が様子を見てくる。準備ができたらお前たちも来い。みんな装備は？ちゃんと、ああ、装備しとるね。でもどうしてかしら。今までは島に住んでる魔物しか出てこなかったのに。まさか、ひょっとして。いや、あの三人が報告したんやろ、確率に。あゆな、みんな、シドウを一人にしておけないわ。一緒に行くわよ。あ、ついてこいと。なるほど。行きます。なんか急激なすげえ嵐なんだけど。この辺りの魔物には見向きもしないわけね。なるほど。いいと思う。何？どこ？ごめんね。私超水浸しにしたんだけど。この辺りの水浸しでちょっと半端ないけど、ごめんね。結構遠いね。ん？あれか？違うわ。これ仲間やった。 仲間やった。あゆな、ルル、あっちだ。見てみろよ。ん？え、なんか船？あれは船？なんて大きさなの？どうやらハーゴン教団の船みたいだな。奴らこの島に上陸してくる気だぜ。まあ、でしょうね。しかし、ハーゴン教団の奴らがどうして今頃俺たちの島に？決まってるじゃない。あのうさんくさい宣教師が呼んだんだわ。絶対そう、絶対そう。とにかく倒すしかなさそうだ。いつものように戦える奴には強い武器を装備させておけ。10人名簿で人を呼べば、モンゾーラにみんなも来てくれるわよ。どうするかはアイナに任せるわ。どうだアイナ、戦いの準備はいいか？大丈夫。よし、指導帝国を壊させるわけにはいかない。魔物どもをぶっ倒そうぜ。ルル、お前は隠れてろ。教団の連中は俺たちで片付ける。うん、お願い、アイナ、指導。みんなの島を守って。やっぱりほら、ルルだけに言うっていう。ん？ほら、やっぱそうやん。うふふふ、お察しの通り、私です、アイナさん。ものづくりの邪魔はしない。建物を破壊しない。教団の考えを押し付けない。すべては嘘です。まあ、わかりきったね。我々がものづくりになるという呪わしい行為を見過ごすと思いますか？こんなおぞましい島を放っておくとでも。さあ、悪しきビルダーども、粛清を受けなさい。嫌です。バトルスタート。どこや、モンスター。来た来た来た。破壊、破壊。私こっちのちょっと弱っちそうなやつがやってくるね。イエーイ。お、いいぞいいぞ。ものづくりをやめるのだ。やめません。だってビルダーですから。ちょ、背後から殴ってくるとか、卑怯、いてててててて。卑怯じゃね。やめてよー。しかもワープするし、こいつ。ふふふ、死ぬがいいって言いながら死んでいくっていうのはちょっとどうかと思うよ。かわいそうな奴らだな。いてててて。何が起きたかは知らんけれども。お、いいね、いいね、いいね。みんな強いぞ。さすがー。粛清だ。粛清なんていう難しい言葉知らなそうな感じだけどね、見た目的に。破壊、破壊、そっちの方が絶対合ってる。さあ、来い！は！せい！あー、ダメ！そっちいないもん。あ、でも当たってた。よかった。 よかった。あ、巨大化した。待って、お腹すいた。ちょっと待ってね。どこや？こっちか？あったあったあった。昆布とサボテンフルーツも取り出してこーっと。よいしょよいしょ。ちょっと今食事中なのが見えないの？やめてくれます？よし。いいぞいいぞ。壊し尽くしてくれる。やめてください。いや、危ない。めっちゃ殴られるんですけど。え、まだまだモンスターおるやん。やば。多くない？
死にませんよ、私は。すべて壊す。でもあんまりこっちの体力減ってないよ。弱いんじゃない君たち。よしよし。あ、教団に逆らうな。教団なんてものは知らん。いけ。ピー。いいね。いやー、まだまだやってくるわ。くっ、ちょっと待って、かい。はい、人でも。いて。でね、食料もちょっと取っておかないとね。なかなかこう、人でも食べれるんかな？あれ？これ以上先に進めない。え？あ、これより外には行くなと。なるほど、そういうことですね。え、やばい。ちょっとジバコちゃんがやられてるんですけど、うちのジバコちゃんが。やめてよ、そういうの。わざわざやられるときにさ、めっちゃなんかくるって一回転してやられるのすごくない？待って。食べる。ちょ、やめてよ。え、みんな生きてる？いやー、大変だわ。やめて。それ無駄な動きが多すぎる。いやー、しかしやられるっていうね。つらい。あー、危ない。無理。ちょ、待って、危ないから。超絶危ないから。ちょ、待って。みんな復活して。ちょ、危ない。早く。みんな早く。誰かそろそろ復活してくれないですかね。あ、来た。じゃあ私ばっかり追いかけないで。じゃあ私の方に来ないで。ふぅ。危ないぜ。だいぶ危なかったぜ。その辺になんか海藻あったよね。食べよ。ピンチ、ちょ、食べ物。あー、ちょっと待って、これギリギリトレイン1やん。やめてや。何そのいじめ。ありえんねえけど。しかもまださ、モンスター結構おるんよね、これ。62分の53やもん、まだ。つら。回復。ふぅ。できる限り回復をね。よいしょ。じゃあ早く必殺技たまらんかな。痛い。つらい。危ない。はい。あー、やめて。あー、痛い。つらい。みんなまたちょっとあれじゃない、危うい感じなんじゃない。ちょっと危ない。あと2匹、この2匹だけや。あとやっつけよ。いや、痛い。いくぜ、こいやー。おお、いい感じ。あとその1匹どう？いったー。やったね。ふう、ギリギリ。めっちゃギリギリの勝利。危ねえ。よし、なんとか敵をぶっ倒したな。お前たち大丈夫か？まだです。まだですよ。教団の圧倒的力の前にひれ伏しなさい。いや、もう無理です、ちょっと。おっと、そうだ。いくら雑魚ども相手にしても仕方ありませんね。何？もう体力がやばいの、私。ん？何？うわー、脱ごう、あいつらは。さあ、魔物の皆さん、ビルダーのアイナを狙うのです。この島の中心であるアイナを殺しなさい。いや、ちょっともう無理なんですけど、体力。え、マジで？ノー、ダメだぞ。そんなことさせないぞ。アイナ、俺たちが守るぞ。アイナ、ここは俺たちに向かせて、おめえは逃げるんだ。シド、アイナと一緒に行って。船で他の島に逃げるの。何？しかし、いいから、ぐずぐずしないで。アイナを守れるのは指導だけよ。わかった。お前たち、あとは任せたぞ。そういう展開？行くぞ、アイナ。
船着き場に向かうんだ。船着き場、ちょっと待って。あれですね。ワープすればいいわけですね。船着き場へ。ワープ。ごめんね、みんな。ふぅ。ぐっは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 。逃がさないぜ。こっちにも嫌がるとはな。ぶっ倒して逃げるんだ。待って、ぶっ倒す元気がないです。どこですか、しかも。魔物の群れが現れてやめてよ。ちょっと、この辺の海藻、海藻、海藻。あー、ちょっとダメダメ。無理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 。ちょ、マジで無理。いや、大丈夫じゃないです。ちょ、私大丈夫じゃないんで、ほんと、指導。指導。指導をどうにかして。体力、体力、体力。回復、回復、回復。よっ。ほ。何やっつけたのもう。やっつけてないやん。こっち来てんじゃねえよ。ほら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 。こいつでかい。ちょっと待って。危ない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 。あー、ダメ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 。ちょっとそういう囲み系とかダメだから。痛い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 。こっちに来ないで。でかいやつ来ないで。小さいやつだけ相手にします、私は。ギャハハ、教団の怒りを思い知れ。何に怒っとんか知らんけれども。こっちは物を作ってるだけなんです。あ、お、いいぞ、いいぞ。なんかいっぱい骨ゲットした。30? そんなにおらんやろ。あ、あれか、一本一本の肋骨とかそういうのを数えてってこと。あー、やめて。くだらん話をしよる場合じゃないでいい。危ない。ちょっと腕のリーチが違うんやけんさ。そういう腕の長さ生かすのちょっとずるいって。こっち腕短いの。助けてー。何それ、バリアーずるくない？しかし後ろから回り込む。あー痛い。いけ、よっしゃー。待ちません。イエイ、やったね。どうにか片付いたな。ギリギリで。あいな、シド。お、シロジー。お主たちは一度この島から離れるのじゃ。あいつらの狙いはビルダーであらぬじゃ。アイナがおる限り攻めてこよう。ビルダーがおらんとあれば、あいつらも手を引くはずじゃ。マジで、ピラミッドボロボロにされん。くそ、あいつらだけで本当に大丈夫か。えい、教団のことはわしに任せておけ。シドをアイナは守ってやるのじゃ。わかった。ルレ、あいつらのこと頼んだぜ。うん。では、船着き場の船長と話すがよい。船に乗ってどっかの島に逃れるのじゃ。また新たな島か。よし、行くぞ、アイナ。ちょ、待って、なんか手紙届いとったよね。セルジより。お元気ですか、アイナさん。僕のペロさんも元気にしていますか？僕は最近、ジュエルンさんとバニー服の研究開発を進めています。僕は必ず世界で一番のバニー服を完成させて自分できます。え？どういうこと？アイナさんも作れるでしょ？一度来てみると世界が変わりますよ。いや、まあ別に私は女だから来たところで、ね。そんなでもないけど。へえ、大変なことになったでやすね。どこんでもお連れするでやす。ひょっとしたら各島のこと仲間たちが助けてくれるかもしれやせんよ。さあさあ、急ぐです。地図からお好きな行き先を選べですよ。そういう感じ？ね、どこに行けばいいの？ふさふさ、モンゾーラ、ジメジメ。さあ、どうしましょうかね。どうしましょうかね。でも、一応、新しい島ではない。今までの島に、まあ、行くと。じゃあ、モンゾーラに戻る？はい、行きます。よろしいです。それじゃあ、すぐに船を出すです。急いで乗ってくれです。何の音？ああ、指導が乗った音か。なるほどね。早いな、動きが。さあ、これでとりあえず、懐かしのモンゾーラに一旦戻ってみて、ね。うわぁ！何？おい、どうしたんだ？なんだ今の揺れは。申し訳ありません。岩か何かにぶつかったようでやす。何分この視界の悪さでやすから。お、霧が晴れてきたぜ。ひゃー、まさか船に衝突してしまったのやすか？しかもこれはハーゴン軍の船、最悪やないかい。あれ？これってもしかして、一番最初の？違う？
貴様らは人間、我らが船に何ということを。人間の勝手な船の利用はハーゴン教団によって禁じられている。貴様ら知らぬわけではあるまい。あ、でも一番最初の船はボロボロになったんやっけ。違う？ん？貴様のその無駄なニコニコ顔、横にいる奴の無駄に好戦的な雰囲気。さては貴様だな。ウゾーン様がおっしゃっていたビルダーというのは誰や。ウゾーン様、こっこっこ、逃亡者自らこっての元にやってくるとは。さあこれでもう逃げられん。ち、ついてないぜ。仕方ない、こいつら全員ぶっ倒すぞ。やけんさあ、あ、体力回復しとる、やったね。よっしゃ、体力さえ回復していればもうこっちのもんだ。来いよ来いよ、はい来いよ、へいへいへい、やめてやめてください。この辺の男さ、ぶっ壊して持って帰れるんじゃない？まあ、いっか、とりあえず。へい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 。逃げ場などないって言いながら自分が死んでいくっていうね。イェイ！ははは、やったないな。こんな奴ら今の俺たちの敵じゃない。あ、誰か来た。何逃げようとしよん。こっこっこっこ。ん？もしかして人質？申し訳ありやせん。あっしとしたことが。こっこっこ。愚かな人間めいっぱい来た。自分たちしか見ていないからこうなるのだ。ち、舐めやがって。おっと動くな。そのまま武器を捨てて言うことを聞け。逆らえばこいつの命はない。アイナどうする？無視して敵をぶっ倒すか？いや、とりあえず船長を助けてあげようよ。あ、ありがとうございやす。このご恩は一生忘れねえでやす。ち、仕方がない。守るどもの言うことを聞くしかなさそうだな。こっこっこ、いい心がけだな。さあお前たち、ビルダーどもを牢に連れて行くんだ。うわぁ、二回目の牢屋。またか。こっこっこ、さあ装備をよこせ。持っているものはすべて没収だ。ここ、物作りなど忌々しい。このハーマン没収だ。マジで？ちょっとダメ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 。こっこっこ、そうだビルダーよ。喜ぶがいい。貴様らの行き先は決まったぞ。ち、せっかく白爺のやつが逃がしてくれたってのに、こんなことになるなんてな。すいやせん。足が土地を踏んじまって。ん？どうしたいな？何か言いたげだな。びっくりした、裸かと思った。ん？どうして自分だけ服を取り上げられているのかだと？お前、この状況で気にすることはそこかよ。まあ、乙女なもんでね。は？あっしらこれからどこに連れて行かれるんでやすか？そんなこと、俺んだってわからないが。まあ、なんとかなるだろう。誰やろう、俺がついてるんだしな。だが、今はどうしようもなさそうだ。ひとまず眠っておくか。のんきだね。まあ、眠っとく？その後、船は三日三晩波に揺られ続けた。うわぁ、吐きそう。そして四日目の夜、教団の船はとある島に行き着いた。アイラとシドは厳しく身体検査を受け、ほのくらい監獄に入れられた。ゲームオーバーとかなりそうな雰囲気。ならんか。起きろ囚人ども、朝の点呼の時間だ。え、何？なんなのここは。あ、なんか服着せられとるやん。みすぼらしい格好やけど。お、出れる。なんこのまがまがしい場所。あ、でも人がいっぱいおる。ん？君たち新入りかい？かわいそうに。貴様黙れ。許しを願うときと慈悲をもらうとき以外、勝手に口を開くな。あ、新入り私たちのこと？すぐに牢で広場へ向かうんだ。遅れたら懲罰棒に叩き込む。囚人なんかあれが。おいおい、あゆな。なんなんだよ、ここは。囚人ってのは何のことだ？それに、船長のやつはどこに行った？あ、確かにおらん。新入り、貴様ら何を無駄話をしている？すぐに朝の点呼に向かえ。貴様らの名前は今日から6207番と6208番だ。元の名前は今すぐ忘れろ。無理です、アユナです。さあ、6207番、6208番、朝の点呼に向かうんだ。てか、どんだけおるんよ。6000人人がおるってこと？まあ、今までに死んどるかもしれんけどね。ち、なんなんだよ、まったく。とりあえず他の奴らが行った方に向かってみるか。やだ。逆らいたい。おい、6207番、貴様の相棒なんとかならんのか。凶暴で乱暴で横暴で、なかなか我らのいいことを聞かん。貴様、相棒が心配なら一言言ってやれ。は、てい。は、素手だ、素手だ。剣がなかった。くそー、なんてこったい。
おい、何をしている？勝手に歩き回るんじゃない。うざー。あん、こいつ、ありえん。ね、どっちの方向？こっち？おい、6207番。こっから先は立ち入り禁止だ。よくちゃんと番号覚えとるね。どこ？こっち？ここの所長は寛大なお方でな。いつも囚人どもに愛を持って接してくださる。貴様らも所長の愛に応えるべく、命を削って働くんだぞ。めっちゃ嫌やん。こ、あれか、広場。ん？なんか開放的な場所やね、結構。あ、どうも、遅れまして。はい。遅いぞ、6207番、6208番。次に遅れたら懲罰棒送りだ。覚えておけ。これで3号棒の囚人は揃った。腐れ切った自分の心を破壊すべく、今日も更生に励むのだ。更生だと？一体どういうことだ？なんか走ってった。6208番。許しを願うときと慈悲をもらうとき以外、勝手に口を開くな。いいから教えろよ。ここはどこなんだ？俺たちは一体。さあ、6207番、6208番。早く今日の更生に向かえ。逆らえば命はない。くそ。とりあえず他の囚人たちが行った方に向かっておくか。なるほど。ここは人間たちが囚われている場所なわけですね。どこに、あ、あっちか。こっち？通して通して。おい、貴様、無駄にうろうろしてるんじゃない。は？通せって言ってんだよ。なんだあいつ。ふざけてんのか。え、あいつらじゃね。変な真似をしようとするなよ。しっかり見張っているからな。てか、さっきから私はどんだけ切り刻まれてんだ。こいつじゃね？違う？遅いぞ、6207番、6208番。あ、違った。ただの監視長やったわ。6207番、調べはついている。貴様はビルダーだな。違います。嘘をつくな。ビルダーである貴様にはこの畑で物を作ってもらう。おお、有無を言わせない。どういうことだ？貴様らハーゴン教団じゃないのか。ここで何をさせてやがる？囚人っていうのは何だ？何、物作りさせられるの？黙れ、6208番。貴様ら囚人が口を開いていいのは、許しを願うときと慈悲をもらうときだけだ。さあ、6207番。キャベツの種を16個畑に植えるのだ。作業を終えたら報告しろ。なんか作業させられるっぽい。壊せない。何やってんのこれ。女神像を壊せるなんて、僕にはできない。この女神像は僕の家族が大事にしていたものなんだ。それを壊すことなんて。カカカカ。大事なものを壊すときほど気持ちのいい瞬間はない。それに壊してしまえば、もう大切にしなくても済むのだぞ。さあ、早くやれ。そういう考え方。なるほどね。なんか、のんきやね、君ら。教団なんか負けはしねえ。ここがどこであろうと、俺は諦めん。でも、めっちゃなんか畑作りさせられるよね。くそ、へこたれないぞ。必ず立派な畑を完成させるんだ。え、いいことやん。普通にいいことやん。ここの畑はみんなでずっと耕し続けて、やっと健康な畑になったんだ。ただ、積み荒を畑の真ん中に置くように言われたんだけど、どういうことなのかな？知らんけど。それはまあ、知らんけど。まあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあなんかしばらくはここからのストーリーに。てか船長どこ行ったマジで。おらんのやけど。え、謎、向こうの仲間とかじゃないよね。